ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は7月3日に行われた菅内閣官房長官記者会見における官房長官の発言についてお知らせします。今年の7月3日、菅内閣官房長官による記者会見において、北朝鮮の特別調査委員会が立ち上げられ、すべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査が開始される時点で、我が国が北朝鮮に対して取っている措置の一部を解除することが発表されました。それでは会見における菅内閣官房長官の発言をお聞きください。7月1日に北京で開かれた日朝政府間協議を受け、先ほど総理、岸田外務大臣および古谷拉致担当大臣との間で、拉致問題に関する4大臣会合を開催をいたしました。その後、谷垣法務大臣との同席を得て、国家安全保障会議の9大臣会合を開催をいたしました。その結果、北朝鮮の特別委員会が明日4日に立ち上げられ、すべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査が開始される時点で、我が国が北朝鮮に対して取っております措置の一部を解除することを決定をいたしました。日本側が取ることになる措置については、5月の日朝合意の通りになりますが、明日4日の閣議決定後に改めて正式に発表させていただきます。北朝鮮側が今回立ち上げる特別調査委員会の具体的詳細については、お手元に配布した資料をご覧をいただきたいと思います。私からは以下、重要と思われる点についてご紹介を申し上げます。第一に、特別調査委員会は北朝鮮の最高指導機関である国防委員会からすべての機関を調査する特別の権限を付与されており、委員長が国防委員会及び国家安全保衛部の幹部であり、その参加機関に国家安全保衛部、人民保安部、人民武力部等が含まれていることであります。第二は、委員会の元拉致被害者、行方不明者、日本人遺骨問題、残留日本人、日本人配偶者といった対象ごとに分科会が設けられますが、調査は特定の分野を優先的に進めるのではなく、すべての分野を同時並行で進めることになっております。第三は、北朝鮮側は、
委員会を立ち上げ、調査を開始する準備が整っており、調査期間については、先般私が1年以内と発言したことにも留意し、迅速に行う考えであるとの説明があったことであります。これらの要素を含め、総合的に勘案をし、政府としては現時点で北朝鮮が実効性ある調査を行うための一定の体制を整えている、このように判断をしまして、今般の政府としての決定に至りました。いずれにしても重要なのはこれからであります。日朝合意を着実に履行し、日朝間の諸懸案解決に向けて着実に前進していくことが大切であると考えます。とりわけ拉致問題は安倍政権にとって最重要課題であり、一刻も早い問題解決に向けて引き続き全力で取り組んでまいります。私からは以上であります。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月7日発表の北朝鮮政府声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。北朝鮮は7月7日に政府声明を発表いたしまして、韓国に対する積極的な姿勢というものを示しました。現在北朝鮮は韓国との対話あるいは協調というものを強く求めているということが今回の7月7日の政府声明から十分に読み取られるということになると思います。7月7日はそもそも金日成主席がですね、死去する前の日に最後の統一文献に署名をしたと、批准をしたという、そういう日でありまして、そこから20周年ということで、こういう提案が出てきているということになろうかと思いますが、主な内容は3点あります。一つは韓国に対して和解と団結を求めるということでありますが、その中でこれまでの南北間で合意した内容をやっぱり強調しておりまして、それを履行しようと。実行しようということでありますが、そこで615共同宣言あるいは 10.4 共同宣言に加えてですね、それ以外の合意も大事にするという言い方をしてますので、ここには1991年に南北で結ばれた南北基本合意書も含まれるかもしれないという点が注目されるということになるかと思います。2番目には統一に向けては外国勢力に依存しないで自主的に我が民族同士で解決しようという、いわば自主性の問題でありますが、それを強調いたしました。ただここで非常に問題になりますのは、北朝鮮は自分たちの核兵器が統一の妨害にならない、あるいは南北関係を改善する上でもう障害にならないという言い方をしておりますが、これはもう全く北朝鮮の誤解であると言っていいわけでありまして、過去6年間振り返ってみても、とりわけイミョンバク時代、なぜ南北関係が進まなかったかということでありますが、それは北朝鮮が核兵器開発を放棄しなかったからということになりますので、北朝鮮の核兵器というものは南北関係改善の大変な障害物ですし、同時に統一の大変な障害物であるということでありますので、そこをまず北朝鮮は認識する必要があるといいかと思います。3番目に北朝鮮が強調したところ、これが一番重要なところでありますが、南北は双方がですね、合理的な統一法案を施行すべきであると訴えました。でここで北朝鮮は大きく姿勢を変えたわけでありますが、従来は合理的な統一法案というのは北朝鮮の連邦制であるということでありました。したがって自分たちの連邦制を韓国は受け入れるべきだという、そういう主張になってきてたわけでありますが、しかし今回大きくその姿勢が変わりました。2000年の初めての南北首脳会談の時に
抗議した点でありますが、北朝鮮の低い段階の連邦制と韓国の連合制の間には共通性があるという、まあ、それを久しぶりにその点を北朝鮮は今回強調をいたしまして、南北の提案の間には共通性があると、その前提で連邦連合制方式の統一法案を具体化するための努力をしようという呼びかけをいたしました。この連邦連合制方式という言葉はもちろん初めて出てきた言葉ですし、自分たちの連邦制に加えて韓国の連合制も一緒にして統一法案を作ろうという、これは従来の北朝鮮の統一政策が大きく修正された、変化した。別の言葉で言えば北朝鮮が相当大きな譲歩をしたと言ってよろしいかと思います。こうした統一法案の大きな変化、譲歩というものは実は1990年に一度起きたものでありますが、そこと非常に多くの共通性を我々見ることができると思います。1990年の統一法案の修正というのは、それまでの一つの民族、一つの国家、二つの制度と、それが連邦制だと言ってきてたわけですが、90年にはそれに加えて二つの政府が共存するものも連邦制だと言いました。すなわち連邦制の中で二つの制度のみならず、政府も共存するということですから、これは国家連合とほとんど意味が同じというふうになったわけでありますが、なぜそこまで統一から後退するようなことをこの時北朝鮮、キム・イルソンは主張したかといえば、韓国がやはり九州統一をするかもしれないという恐れがあったからだと言っていいと思います。ちょうどドイツの統一が実現しまして、西ドイツが東ドイツを九州統一したわけでありますが、それと同じことが朝鮮半島でも起きることを北朝鮮は非常に心配したと言っているわけでありまして、南に吸収されないための方法として統一法案を修正して、連邦制の中に2つの政府が共存できるという形をとって、その上で南北基本合意書という、南北の合意を作ったのがちょうど1990年91年の動きであります。今回もまた非常にその点で似ている状況が今生じていると。北朝鮮は韓国が九州統一するんじゃないかという大変な恐れを感じているようでありますので、それで統一法案を修正したと言ってよろしいかと思いますが、こういう変化を見てますと、北朝鮮は積極的に今後韓国との対話に乗り出してくると考えられます。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後、消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを
北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月28日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。カオル、元気ですか？風邪をひいていませんか？カオルがスペインに行くことが決まり、父母のふるさと、長島に行く前に、泉の鶴を見学し、やそのりおじさんのお家に寄り、皆で山に行って記念の杉の木を植えましたね。大きく天に向かっててびっくりしました。カオルに早く見ていただきたいです。またのりこ姉ちゃんのところにも寄って行ったそうですね。懐かしそうに、カオルは元気でいるんでしょうねと何度も何度も私に尋ねます。風邪をひいていませんか？寒い寒い北国で生活をしているのかと思うと、ふみ姉ちゃんは涙が止まりません。なぜこんなことになったのでしょうか。カオルの写真、家族で写っている写真を見ていると、昔の生活を思い出し、また涙です。母砂代が着物を縫ってカオルに着せた時を思い出し、似合っているね、みんなで喜んだことを思い出します。母砂代は子供全員、また夫マスオさんに心を込めて、一人一人魂を込めて仕立ててくれました。ふみ姉ちゃんも成人式の着物一式仕立ててくださり、今でも写真が残っています。また子供の頃、兄弟喧嘩をして波いていると、母砂代は泣かんでいいがね、母ちゃんはいつもあなたたちのそばにいるからねと言って笑っている顔がこの年になっても浮かんできます。親はいくつになっても私たちを大事な大事な子供だと思ってくれています。カオルと会えたら、今度は母砂代が涙するのではないでしょうか。その時はカオルが、母ちゃん、泣かんでもいいがね。カオルはこれから一生父ちゃん、母ちゃんと一緒にいるからね、と言ってくれると思います。カオルは優しく、父母を日本一の親と思って、言葉遣いも丁寧でしたね。拉致被害者家族が帰国できる日まで、日本国民が笑顔になれる日まで頑張りますので、カオルも病気をせず待っててください。カオルの顔を見るまでは、母砂代と家族全員で帰国を待っています。辛いでしょうが、カオルは父母に似て我慢強い弟です。思いは叶います。諦めないでください。日本政府、家族会、救う会も絶対助けてくれると信じています。34年、北でよく頑張っているカオル、もう少しです。熊本に帰ってきたら、母がふみ姉ちゃんによく言っていた言葉があります。カオルは若いので、お肉をたくさん食べさせてください、と言っていました。今は話すことはできませんが、耳はよく聞こえます。カオルの好きな料理を一生懸命作ります。母の味まで行きませんが、早く会いたいですね。家族全員で待っています。
頑張るのよ、カオル、フミ姉ちゃんより。松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数9975キロヘルツ、
夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。